MC ギフ勝手に応援チャンネル。とうとう宮本浩太選手入団、しかしまだ1試合も使ってません。当初 FIFA の話ね。 FIFA21 ですね。お前のプレイしてるやつね。はい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 。使えよ、取ったんだね。あのね、まだレギュラークラスの能力じゃないんだよな。うるせえ、お前何なんだよ。何様だお前は。試合で育てていきなさいよ。はいはいはい、はい、というわけで今日は福島戦ですよ。あ、今日ね、福島戦だ。うん、もう、まあ、前回がね、うん、まあ、あんな結果になってしまって、今日はもう3位福島ですから。いや、そう、勝っときたいね。いや、もう勝たないとダメですよ。だからもう、うん、今日は松木豊太郎としていきますから。あなたの中に憑依させると。憑依させます。松木さん、どういう感じの解説なんですか？今日はね、もう3位福島だから、もうバーンと勝ってダーンと行っちゃおうっていう解説。まあ、イメージ湧いた。いや、確かになんか雰囲気あった、そんな感じだった気がする。解説じゃなくて応援なんですか？そう。詳しいこと言わないから。選手が倒れたら誰よりも早く PK っていうのが松木さん。心配とかじゃないね。まあまあ、実況松木さんが出てくるのかどうか。松木さんちょこちょこ出る可能性あるから。、まあ、ピンチになったり負けたりしたらセルジオさんが出る可能性あるよ。だからセルジオが出ないことを祈ってね。そう、セルジオさん出しちゃダメだから。はい、というわけでね、スタメンの方見ていきましょう。はい、イスマイラがね、あ、違います、ね、あ、トップがね、イスマイラが今2位とか、はい、チェンランキング2位とかかな、うん、川西選手のライバルですよ。いや、そうだから今日はちょっとここでね、差をつけておきたいですよ。これ逆にイスマイラが、うん、複数得点取ったら抜かれる可能性あるかも。いや、それが本当に嫌だから、マジで。でも逆もあるから、もちろんね。そう、逆もある、うん、突き放す可能性もある、うん、だから金子としては結構ドキドキの一戦だと思う。いや、そうだね、もう一騎打ちだから、こんな、うん、川西選手髪切ってますよ。あ、本当だ。あ、完全に俺寄せですね。寄せてます。1ミリもお前のことなんか見てる。軽いちょっと2ブロック的なね、感じだと思います。お前の2ブロックっていうか、おかっぱのなんか言っちゃってるでしょ。昔もうちょっとなんか可愛い感じだったけど。だから川西選手も、もうちょっとだから髪下ろしたら割とおかっぱ寄りになると思います。そこには大きな差があるのよ。岐阜のスタメンですね、柏木が。ちょっと2トップの一角じゃないの。そうなりましたね。ほらほら、こういう使い方するのね。あ、はい、本当に2トップなんですね。本当シャドウ気味とかね。柏木選手、川西選手の2トップ。柏木選手は自分でぶち込めるタイプ。いや、柏木選手は自分でぶち込むタイプではないですね。あ、そうなんでございますか。そうですね、やっぱつなぐ人だったんですね。つなぐ人ですね。まあ、だから多分動きとしてはこういくっていうよりも、ちょっと川西選手が出てこういう感じだと思う。あ、なるほど。で、そこに柏木選手が出すみたいな感じになるのか、うん、それとも下にいる中島選手とかが追い越してそれ出すとか。お、まあ、でも自分で決めようと思えば決めれるけど、うん、まあ、どっちかというと出すイメージの方が強いかな。うん、私今までのプレー見てもそうですね。そうそうそう、なるほどね。まあ、どうなるのかですね。まあ、でもエレガントな柏木出るんじゃない今日。エレカシね、エレカシが負け試合でもエレカシは出てるからね。そう、エレカシちょいちょい出てんのよね、うん、そこ俺ら言わなきゃダメじゃね。確かに、そう、確かに。エレカシって作ったんだからさ。ちゃんとね、成仏させないといけないから。そうそうそう、そろそろなんかね、うん、でかいプレーやってくれそうですね。そうだよね。いや、そうだね、そろそろやってくれそう。東方みんなのスタジアムと、はい、キックオフです。よいしょ。いいよ、いいよ、おお。柏木入れた効果出ましたよ。エレガントだね。エレガシ、これだよ。素晴らしい、ビタッとハマったじゃない。完璧。これでね、一回外れた。いや、素晴らしいね。あ、松木さん、これ吉山のキックもいいけどね、ここでズドロンと合わせたね。これで日本先制だね。日本じゃないよ。どっちも日本だから。ベストアイルがね、この辺で持つのが一番いいね、やっぱ。あ、そう、センターサークル付近とかで。おっ、おっ、うわー、マジかよ。いいよ、おっ、すげえ。よいしょ、取られたら取り返す、これがサッカー。すぐ取り返したね。いや、倉津選手、これもう大仕事よ。大仕事ですよ。前節の後悔をね、
いやもう全然これで取り返したでしょ、結果として柏木もね、トントンもズドンですよ、ね、この落としもうまいし、うん、シュートもうまい、あとよろしくと、いいですね、これは船津を褒めるしかない、あれまさかのチャンスで出てきて褒めてくれるという、岐阜は最初からこういうサッカーやってなきゃダメだよ、あ、ぐせ素直に褒めりゃいいのに、ちょっと前節がね、うん、ちょっと、おーい、おー、どうしたどうしたおい、あれ、押さえたサイドか、いや、いいよ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 、前半終了の笛が鳴らされました、はい、前半終了です、はい、一時はどうなるかと思ったけど、まあまあね、先制してこれで楽勝でしょってやっぱ油断してたら、また入れる選手がね、はい、いやー、柏木選手ですよ、ちょっと髪なんでたバレましたセンスですよって言ったのバレましたいやで、あのワンゴールワンアシストですよ、いやすごいね、前半だけであのエレカシがあのトントンスーの船津さんと早い時間のゴールもそうだけどさ、うん、やっぱりあの役者が違うね、あ、うん、でちょっと川西選手のゴールもね、あれもねオフサイドだったけどさ、でもねマジで野口君言ったけど確変入ったかと思ったいや今そうだと思いますよ、うん、あと45分 SP タイムありますからいやボーナス中にねもう一回入っちゃったと思ってストック入ったのかなと思ったけどいやまあでも、ね、いいですよ、最後の方もね、まだありましたか、はい、シュートシーンたくさん、いやあったね、だまだ追加点期待できるんじゃないですかね、そうだね、ペースはもう岐阜のペースだから、うん、これがねちょっと福島のペースにならないように、うん、ただのスーパーゴールすごかったな、あのボレーボレーの、うん、あれもちょっと前回のさ横浜戦もそうだけどさ、うん、えっていう時に入れられるじゃん、なんか怖いぞって言う前に入ってたっていう、そう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 、あのイスマイラとかを見てああこれやばいやばいとかじゃなくてマジで気抜いてる時に、そうです、まさにこれが油断ですよこれそう、いやでもそうなんだろうな、うん、うん、だからまあこういうのをなくしても僕ら2回の敗戦で天皇杯からね、そう、そうそう、学んでいかないと同じことは絶対やっちゃダメだから、負けると再生回数伸びないんですよマジで露骨に出るよ負け方がひどいと特に見たくねえもんね、いやね、岐阜の皆さん分かります、それはねそうよ、でもね見てそこはまあまあというわけで、まあ、今回はねちょっといい調子できてるんで、はい、このままこの調子を続けて、後半に挑みましょう、はい、はい、というわけで後半戦です、はい、後半スタートです、はい、この調子でね、まあまあ行きましょう、じゃあギフィースタンプ欲しい人は、うん、あげるか、ギフ行った時にサインに押すか、サイン、ああいる俺らのそれ言われちゃうかな、それ言われちゃうとどうしようもないですけど、うん、結構欲しいっていう人いましたよね、欲した意外と、意外と、うん、俺は全然あげたいです、あむしろね、うん、じゃあ欲しいっていう人たちで一回殺し合いしてもらいます消しゴムでつまらない命の捨て方よ、そんな作る作るって、ね、俺が作るよ全部作るから知らないでくれ倒したのは福島、はい、間を通した、あコントロール、コントロール、おーい、ナイス、今ともすり合い、なんだ、どうしました、はい、怖いな、イスマイル、おい怖いぞ、レミボイが好きだって、もう本当フライングギーが出てくる服部選手がこう体張ってあー足がね、平畑選手結構熱いプレーが多いですよね。ね。熱くなるシーン。イスマイルはなんで怒ったの？多分あれじゃない、そのうわーってなった桐畑選手を見て逆に何なんですか？熱くなき一緒にね。一緒に熱くなった。喧嘩両性。そうそうそう。でも熱くなるのはしょうがないからね、そこはね。ただ
椅子前のには出てないのね、今確かに一番暴れてた一番暴れてたなんか中心人物みたいな俺もう久々にあの80年代のプロ野球見たけど勝てるスケットが一番騒いでるスケット一番騒いでる関係なかったのこいつだっけみたいなライトだよなみたいなもうそろそろじゃない審判、うん、あよし勝ちました。勝ちましたー。ありがとうございます。いやいやいや、よかったよかった、おめでとう。本当よかったよ。ギリギリの勝ちね。じゃあ怖かったね、ずっとね。怖かったわ。ちょっと後半そうだね、あれでしたね。まあまあまあ、戦術的なことは僕分かんないですけどね、後半の試合だけで見るともう福島寄りの試合でしたね。そうだね、やっぱ柏木選手下げてからですかい。まあそうだね、そこからちょっと攻撃がね、全然噛み合わなくなっちゃったよね。だから俺の川西があんまり今日いいやりたいことできないのかなってすごい思ったんだけどね。孤立してたよね、だからそこをつなぐね、あのプレイヤーが今日はいなかったのはちょっと残念かなって感じはしたけど、まあでもね、イスマエラの暴れっぷりも見れたしあんまねサッカーでああいうの見ないなと思ったんだけど、いやまあ僕はああいうのワクワクしちゃうんで。いやー、キリアタ選手のね、熱く、熱く、あのセーブはやばいよ。いやマジでマジで助けられた、超やばい、一点もの、いやすごかった。2点分あったからね、その1回熱くなったのとその後と。そうね、あれやったら逆転されてんだから。だからナイスキーパーでしたよ。いやマジで、いや桐畑選手ほんと守護神ですわ。いやそれね、ほんとそれそれにつきます。そして柏木選手が2点、2得点に絡むという。そう、1得点ついに来ました。いやー来たねー。やっぱだからスタメンで使ったらこうなんだね。いやようやく目を覚醒しましたね、岐阜で。いや浦和の太陽が岐阜の太陽になった瞬間ですよ。本当よマジで。いやよかったよかった、この上位陣対決でこれできるってね。確かに、この素晴らしさよ。いやこれでまた調子戻してくれるんじゃないでしょうかね。そうだね、この勝ちで、また一回ね、悪い流れをさらっと流して、また連勝街道になりましょう。そうしましょうね。じゃあ MVP を、MVP よ。いやバレましたバレました今出てきましたねそれ今日俺の上釣りが今出ちゃったMVP をお願いします。今日の勝手に MVP はもちろん柏木選手、そして桐畑選手、投手のね、そう、はい、そしてあれ多すぎない。いや今日はいいでしょう。イスマイラ。まあまあまあいいえ、あの桐畑選手と柏木選手わかる、イスマイラどこで。やっぱりね、あのイスマイラがあの熱くなったあの瞬間、はいはいはい、あの自分があの若彼氏頃テレビの前でかぶりついてたレミ・ボニャスキーをねサッカーで例える、思い出させてくれたっていうあの時のテレビ楽しかったなっていうね顔面踏むんじゃないかって思うぐらいそうね。いや確かに情熱あふれるね瞬間でしたから、あの時は。でもあれだけこう選手の止めをさ、こうグッと振り払ってさ、あれでもイエローカードはイスマイルには出なかった、出なかったね。あれって言いましょう、まあ関係ない人だったからねプレーに関わってなかったから一番関係ないんだから。だから俺イスマイルなんかやったっけと思ったけど、やっぱリプレイ見てもやってなかったから。そうリプレイ見てもイスマイルは乗ってるって画面にいねえんだからでもイスマイル一番暴れてんだ見てる側としては楽しい、楽しいけどねエンターテインメントをと、ね、でも提供してくれたイスマイルに今日は MVP をあげようと、まあまあしょうがないでしょう、はい、まあじゃあね、このわけで、まあ、勝ち乗れたんで、はいはい、まあ、僕らが行く時もね、はい、その前もだから勝って次も勝って、そうね、次はテゲバジャーのまた上位陣との対決です。うん、じゃあこれからもう一個も落とさないですから。そうよ、でもこれ上位陣組み込めるんでね、はい、はい、このまま、昇格目指して、そうですね、はい、頑張っていきましょう。はい、はい、というわけで以上 FC 岐阜勝手に応援チャンネルでした。どうもありがとうございました。あっしゃ。